はいどうもこんにちは、おもチャンネルです。さあ今回ね、はい、こちらネット通販でまとめ買いしてみました。いわゆるコンプ買いというやつですね。さあ早速ちょっと出していきますが、今回は一応値段から説明してしまうと全部送料込みで2300円ぐらいでしたね。今回はカプセルは全部でね、はい、こんな感じで6個入ってるんですけども、はい、こちらになります。見えますかね。これもう名車ですね。スバルのサンバーの屋台コレクション。ちょっと先にちょっとブックレット見ないとわからないですね。じゃあちょっと1個開けましょう。これがちょっとほんと素敵そうだったんで、はい、今回はコンプ買いしてみました。ではね、早速ちょっとね見ていきますが、はい、スバルのサンバー&屋台コレクションですね。アンドが抜けてました。今回は全ね6種のラインナップになってて、1回300円となってます。車と屋台は別売りですってなってて、これ僕今初めて知りました。いや、なかなかの売り方ですね。で、はい、ラインナップこんな感じです。まずね、ピンクとホワイトシートのスバルサンバーですね。この車体に合わせられるのがピンク色の可愛いクレープ屋さん。屋台はシールでね、飾るようになってるみたいですね。で、そのお隣、はい、こちらイエロー&レッドシートのスバルサンバーに、はい、これね、トミカではなくなっちゃいましたが、ケバブ屋さんです。これも素敵っぽいですね。で、そのお隣、これなんだかんだでこれ一番楽しそう。レッド&ベージュシートのサンバーに、屋台の方がおでん屋さんです。いい感じっぽいですね。まあ、こんな感じのね、屋台と車両それぞれ3種ずつのラインナップになっているんですが、まあ、今回はコンプリート買いということで、目の前にはね、すべて揃っている状態になってます。さあさあ、それではね、ちょっと色合わせてね、それぞれね、どんな感じになっているのか、早速ちょっとね、見ていきましょう。ではでは早速ね、左の2組からいきましょう。まずこれピンク色のカプセルですね。わかりやすいクレープ屋さんの分です。まずね、車両からいきますが、まあできたら一つのカプセルに屋台と車両をまとめてほしかったかなと。まあ僕の中でちょっと6種類ぐらいサンバ届くかなと思っててちょっと楽しみにしてたんですが、屋台と車両が別々のラインナップでですね。さあまずね、はい、こちら車両ですけれども、はい、これがシートのパーツですね。で、こちらがサンバ、結構しっかりと密封された袋に入ってます。さあそれでは早速ちょっとね、開けていきたいと思います。はい、まずはサンバですが、はい、まずね、車両の方はこんな感じですね。スケールの方は64分の1になってて、まあ、車体自体はダイキャストとか使われてなくて、全部プラスチックの素材でできてますね。で、フロント部分はこんな感じです。ヘッドライトはクリアーパーツで、ナンバーのところには黄色、そして黒文字でサンバーと書いてますね。真ん中には大きくスバルのエンブレム入ってますね。で、フロントガラスから、はい、運転席周りがこんな感じでよく見えておりまして、で、トミカではね、なかなかない、こう、サイドミラーがね、両方についてます。で、まず一つ目ね、ピンクのカラーなんですが、成型色なんですけども、非常に可愛いポップなカラーになってますね。で、側面はこんな感じですね。ホイールはシルバーの塗装が入ってて、形もしっかりと使えてますね。タイヤ周りは割と回るのか、ちゃんと。あ、ちょっと前が硬いかな。少しだけ残念。で、荷台の周りは、はい、こんな感じになってて、こちらも形ちゃんと作られてますね。で、この後ろの部分の窓のパーツとかもちゃんと入ってて、あとナンバーはこんな感じで、テールレンズはね、塗装仕上げになってます。で、反対側の側面は、はい、こんな感じで、まあ、こちら側もしっかりとできてますね。で、上から見るとこうなってて、そこの部分は、あ、こちらも割としっかりとできてる。こんな感じになってます。で、この車体に合わす、これがホワイトシートなんですが、はい。まあ、ちゃんと車両単体で出ても、こんな感じで遊べるようになってるんで、お、なかなか、いい感じじゃないですか。はい、ホワイトシートをね、かけてあげるとこんな感じになってて、なんかマントみたいで可愛いですが、まあまあ単体で出ても本当にいい車両になってますね。可愛いです、スバルサンバー。で、これの相方になるのがピンク色のクレープ屋さんですね。このコンビだけを狙って揃えようと思うとなかなかの確率で、まあ、大変だと思うんですけども、さあではクレープ屋さんも出していきます。はい、まずシールシートを出しましょう。よいしょ。はい、こんな感じのシートになってますね。結構枚数多めですね。全部で8枚ですね。で、クレープ屋さんのパーツはこんな感じで3つに分かれております。さあではこちらもちょっと出していきましょうね。まずこれがメインとなる本体と、あとこれは何でしょうか。またちょっと後で調べましょう。で、これはまあ屋根の部分ですね。非常に可愛いデザインです。
さあ、それではクレープ屋さん作っていきますが、じゃあまずねシールを貼っていきたいと思いますね。これがどうやら内装らしくて、ここにまず8番のシール、よいしょ。このシールをまずこの L 字のねパーツにこんな感じでペタンと貼ってあげる。これがテーブルっぽいですね。でこれをこの屋台のパーツのここねちょっと出っ張ってるところに合わせてテーブルのパーツをつけてあげると。よいしょ、入るかな。なかなかカツカツで作られてますねこれね。はい、キュッキュッと、よいしょ。はい、これでテーブル OK。 あ、なんかいい感じ。かわいいですね。で、あとは他のシールも順番に貼っていきましょう。はい、まず1番こちらにペタンと、2番がここで、3番はこちらですね。で、4番のメニューですが、このテーブルのところに貼るんですけど、ちょっと手で貼るのはすごく難しそうです。ピンセットとかで使った方が確実ですね。よいしょ、ここに乗せて、内側からもね指入れてあげてペタンと貼りましょう。で、5番もこちら側のテーブルのメニューなんで、よいしょ、ピンセット使ってペタンと貼ってあげます。で、6番もこちらのテーブルのところね、はい、ここにペタンと貼ってあげると。で、7番は大きな看板になりますね。ここに貼ってあげましょう。クレープ青島。で、あとは屋根のパーツをね、取り付けてあげると。はい、これでまず最初、クレープ屋さん完成しました。いいね。なかなか可愛らしいクレープ屋さんが出来上がりましたね。ちょっとシールをね、貼るのが、ここのね、カウンターのところかな。ここがちょっと難しいんですけども、まあ、ピンセットとか、爪楊枝とかそういうものがあればね、簡単に貼れるとは思うんで、これ回された方はね、ぜひね、頑張って貼ってみてください。なんかほんと塗装とか、このなんかドアの形とかカウンターとかね、非常にこの屋根とかもいいですね。めちゃくちゃ可愛いね、クレープ屋さんができました。で、これを荷台の部分に乗せることができるんですよね。はい。ここにこんな感じで乗せてあげましょう。おお、もうめちゃめちゃ可愛いのできましたね。素敵ですね。はい、こんな感じの3番のねクレープ屋さんがまずね一つ目完成しました。あ、これはいいです。最高にいいですね。まあ、全体的にはね、こう樹脂系のパーツなんですが、まあ、これがダイキャストならもうなおさらいいんですけどもね。まあ、ガチャガチャのミニカーにしてはね、なかなかいいものになってるとは思いますね。2つ合わせて600円なんで、高いと思われる人はいるかもしれませんけど、結構満足度は高いとは思います。ということでね、はい、まずこちらね、ピンクの車両とクレープ屋さんのね、組み合わせのサンバー&屋台コレクションでした。さあ、それではね、他のカプセルどんどん見ていきましょう。ではでは続いては、はい、この黄色のコンビですね、ケバブ屋さんですね。じゃあまずね3番の方から、さあさあ、それではどんな感じでしょうか。まあ車両自体は多分ねさっきのピンク色の色違いだと思います。さあではねちょっとね軽く見ていきましょう。はい、こんな感じですね。黄色の成型色になっておりまして、まあ本当構造自体は一緒ですね。ヘッドライトのクリアレンズとか、あとナンバーやエンブレム、サイドミラーなどはちゃんとついてて、で全体的には、はい、こんな感じで結構明るめの黄色ですね。パステルカラーに近いのかな。まあそこまでめちゃくちゃ明るくはないんですけども、割と賑やかな黄色だと思っていただいたら結構だと思います。これはこれで可愛くていいですね。で、これに乗せるシートが赤色です。黄色にレッドシートって、まあどうなんだと一瞬思っちゃったりするんですが、さあ、これはどうでしょうか。はい。あ、まあ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 、結構なんかヒーロー感ありますね。なんでしょう。この組み合わせなんかどっかで見たことある気がするんですけどね。なんでしょうね。赤色って結構こうマントのカラーのイメージが高いんで、なんでしょうね。アンパンマンみたいな。そんなことはないと思うんですけど。まあまあなかなか結構かっこいい組み合わせだとは思います。いいですね。で、それに組み合わせるケバブ屋さん、こちらはどんな感じかなと。よいしょ。はい、これもシールが入ってて、屋台の形とかシールの形状はさっきのクレープ屋さんと、はい、同じですね。さっき貼ったやつとちょっとね、もう剥がしちゃってるんですが、こんな感じで比べてみると、レイアウトは同じになってるんで、貼り方も全く同じになってます。で、ケバブ屋さんの屋台のパーツ構成も全く同じで、
まあなかなかこれも派手な組み合わせですね。車体が黄色と赤なんで、このクレープ屋さんも黄色と赤色になってますね。はい、まず組み立てる前ですが、本当にこんな感じでね、これも結構仕上がり可愛い感じになりそう。面白いね。屋根のパーツは、はい、こんな感じになってて、あとカウンターですね。はい、こんな感じになってまーす。さあ、ではね、まあ、さっき組み立てやったんで、ちょっと要所要所いきたいと思うんですが、まずちょっとね、この8番のシールをペタンと貼って、ここに組み合わせた状態だけをちょっと見ましょう。はい、こんな感じになりました。屋根をつけてしまうとね、ここちょっと目立たないんでね、内装の方はこんな感じになってます。あまり本当にあの見えないスペースなのに、こんな感じでシールでちゃんと再現してるところが素晴らしいと思いますね。ほら、こんな感じでチラッとしか見えないのにね。で、あと残りのシールは先ほどとね、貼り方一緒なんで、ではね、こちらはね、一気に貼ってしまいたいと思います。はい、とりあえずシールの方すべて貼り終わりました。くるっとね、こんな感じのケバブ屋さんが出来上がりました。こちらも結構可愛いですね。おー、スターケバブっていうね、お店みたいです。いいですね。で、屋根のパーツを取り付けると、はい、こんな感じになります。まあ、今回のこの屋台は全然あの単体でこんな感じで置いても遊べますよね。素敵だと思いますね。トミカタウンとかに置いてもいいんじゃないかなと。ちょっとさっきのクレープ屋さんと並べてみましょうか。はい、こんな感じになりまして、おー、全然これでも十分絵になるんで素敵だと思いますね。可愛いですね。ちょっと背中同士くっつけ合ったら、はい、こんな感じで、まあまあちょっとなんかどこでもありそうな風景に見えますね。かわいい。で、サンバーに、はい、こちらね、乗せてあげましょう。はい、こんな感じになります。いや、これはやっぱこれで、ちょっと屋根ずれてた。素敵なケバブ屋さんの屋台完成しました。おー、いいねー。やっぱボディショックとね、非常にこうマッチしていて、いやー、素敵な組み合わせだと思いますね。美味しそうなケバブってそう。で、ちょっとこれ逆の組み合わせとかもやってみましょうかね。せっかくなんで、最後もちょっとやってみると思うんですが、はい。まずこの入れ替えをやってみると、はい、こんな感じになります。うん、違和感。まあ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 、見た目的にはね、なんかちょっと派手で可愛いんですけど、合ってるか合ってないかって言われると、やっぱね、ちゃんとした組み合わせの方が、まあ僕的には合ってるとは思いますね。なので、ちょっと一旦、はい、戻しまーす。はい、これでやっぱ、おー、マッチ。いいね。絵になりますね。はい、ということで二つ目はね、はい、黄色のね、サンバーとケバブの屋台でした。さあ、それではね、続いて、日本といえばおでん屋さん、最後のね、組み合わせ、行ってみたいと思います。さあさあ、それではね、参りましょう。まずはね、車体からですね。ちなみに、今回の、これはもう、お気づきの方いっぱいいらっしゃると思うんですが、それぞれのね、カプセルのカラーは、屋台とこの車体のカラーに合ったね、色になってるんで、まあちょっとガチャガチャ覗き込むと、見えたりするんでね、狙った通りのものを、ゲットできるかもしれません。まああんまり覗き込むとお店の人にもね、迷惑かかっちゃったりするんで、まあそこはね、人がいない時になるべく、パッとね、見ちゃいましょうね。さあ、さあ、ではでは3代目の、はい、赤色のサンバーです。はい、まずね、車体の方は、くるっとね、簡単に言っておきますが、こんな感じになってて、こちらは赤色の成型色のボディになってますね。まあ、作りはもう言うまでもなくね、先ほどまでの車両と同じ仕様になってまーす。タイヤは、うん、ちょっとやっぱね、前が重いのかもね。で、マントじゃなくて、マントじゃなくて、シートね。これがベージュシートですね。ではではで、つけていきましょう。はい、こんな感じになります。なんか一番今回のラインナップの中では渋めのシートになってて、まあボディのカラーもね、赤色なんですけども、3台の中で言うと一番抑えめなのかな、控えめなカラーですよね。まあでも単体ではとても派手な車両になってると思います。これはこれでなんかね、うん、可愛いね。素敵ですね。これなら赤色のシートも多分合うんじゃないかな。はい、おー、ありね。うん、素敵。白もいいでしょ、全然。ね、紅白で。めでたくてね。
あー素敵です。全部合います。で続いてこれに合わすのがおでんの屋台です。おでんの屋台ではではちょっと開けていきますが、これ自体も先ほどまでの屋台と作りとかは全く同じっぽいですね。シールシートもこんな感じで全く同じです。なんか美味しそう。お腹減ってきますねこれね。おでんいいね。で屋台のパーツもこちらね 3.2 になっていて、めちゃめちゃね色が渋い。渋い渋い。これはね僕の中では一番おでんが当たりじゃないかなこれ。結構いいっすよ。はい、屋根はまずこんな感じのね、色は入ってないんですけど、つや消しの赤色ですね。結構渋いカラーですね、赤の中でも。で、屋台は、はい、こんな感じで、これも結構なんか木材っぽい感じの色になってて、まあ木材というかおでんカラーかな。結構いいね、これね。で、カウンターもこんな感じの茶色のね、パーツになってます。さあ、それではね、早速、こちらもシール貼っていきましょう。まずはちょっと中のね、よいしょ、これは調理スペースになるんですが、このシールを貼りまして、とちょっとね中に組み込んだ様子も硬い。見てみましょう。ギュッと、はい、こんな感じになりました。コンロとかなんか炊事場とかちゃんとついてて、なかなかしっかりとしたねお店になりましたね。ではではね、残りのシールもね貼ってね、おでん屋さん完成させたいと思います。はい、こんな感じのおでん屋さんになりました。完成しました。いいですね。美味しそう、本当に美味しそうなおでん。でちゃんとこうカウンターのところにこうメニューとかね書いてあって、いやー買いに行きたいですね。なんかもう街中でおでんの屋台見かけたら絶対次はこれ見た影響で買いに行ってしまいそうですね。で屋根のパーツを取り付けると、よいしょ、どうかな、こうかな、はい、こんな感じになります。これもこれでまた渋い。で3番に置いてみましょう。3番にね、2台に乗せて組み合わせると、はい、こんな感じになります。いや実に渋いおでん屋さんの屋台が完成しました。これはこれで本当に素晴らしいと思います。おー色がいいね、色がね。特にサンバーの赤色もいいんですけど、この屋台のやっぱこの、なんでしょう、おでん色。おでん色って言うんですか。これがまた渋いですね。おでん屋さんにぴったりのカラーですね。で、一応ね、やっぱ他の車両とこう組み合わせとかもね、見ないとダメなので、多分似合わないと思うんですけどね。ちょっと組み合わせ変えましょう。おでん屋さん&黄色ね。あ、意外といいかもしんない。どうでしょうね。ないこともないですね。で、ピンク色に乗せると、これはまあ多分ないと思うんですよ。ないね。あ、でも意外とありかな。どうでしょうね。皆さん的にはどうでしょうか。可愛いですかね。車体がとりあえず可愛いんでね。で、おでんの屋台に、ケバブ屋さん。これはね、ほら、やっぱ合いましたね。僕もう最初から分かってたんですよ。絶対合うでしょうと思って。赤色だよ。もうここが赤色なんでね。絶対これはぴったり合うと思ってましたが、やっぱりいい組み合わせになってると思います。ね、これはこれであり。で、これですよ。問題。ピンクのクレープ屋さんね。あ、でも可愛いんでありか。意外とありかもしんないね。だから、おでん屋さんのこのコンビ、サンバーと屋台のコンビは、意外と何でもね、まあ僕のセンス的なものだと思うんですけど、まあいいかなと思いますね。っていうか、僕これ間違ってましたね。これ屋根のつける方向逆ですね。こうっすね。すいません。こっちでした。なので、これちょっと完成体やっていきましょう。これが正しいです。すいません。屋根。っていうこと、おでん屋さんもそうか。おでん屋さんも、こっちですね。なみが、波打ってる方がこっちでした。大変失礼しました。はい、こんな感じで、これが正しい絵ですね。まあまあ、でもとりあえず、今回は、こんな感じの3パターンの屋台コレクションね、サンバーのガチャガチャがね出たんですが、まあ本当にあのすごい素敵な車両たちになってると思います。まあ全部ストレートに揃って1回300円なんで、サブロック18 1800円かかるんで、まあね可能性的には一発で揃うことはなかなかないと思うんですけど、まあもし全部揃えたいっていう人がいれば、まあこれネットとかでコンプ買いした方がお金的には安いと思いますね。
まあ、1800円より少し高い2300円かかってるんですけども、株売りの分考えるとまあ割と無難にお得に買えたのかなと、そんな感じで思います。まあ、気になった方はね、街中のガチャガチャもしくはねネットショッピングなどで探してみてください。ということで今回はガチャガチャのスバル3番&屋台コレクション全6種をね紹介させていただきました。まあ本当に可愛いね、まあ素敵なねサンバーと屋台のねガチャガチャになってるんで、ぜひね皆さんのコレクションの一部にね加えてみてください。ということで今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターねインストメントパスんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。